鎌倉 FM 放送株式会社は、神奈川県鎌倉市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上基幹放送事業者である。鎌倉 FM そのままの愛称でコミュニティ放送をしている。新局舎旧局舎1994年開局。前年の1993年7月から8月に開設されたイベント放送局、鎌倉夏祭り FM が前身である。自社制作番組がない時間帯は、ミュージックバードのジャズチャンネル、スイングイージーを再送信している。本社、演奏所は、由比ヶ浜近くにある、ミントグリーンのおしゃれな平屋建て社屋を使用していたが、本社屋の老朽化及び津波発生時の浸水、水没の恐れがあったことから、2012年6月に、旧鎌倉市消防本部長谷出張所の3階に移転した。送信所は、鎌倉市内の高台にあり、立地としては決して悪くないが、山を多く要する同市の地形により一部地区では明瞭な受信に苦労することがある。サービスエリアは鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、葉山町、横浜市、厚木市、伊勢原市、小田原市、静岡県伊東市の一部。2012年8月1日、JCBAインターネットサイマルラジオに参加し、インターネットでの聴取が可能となる。JFN のキー局、FM 東京の関連企業である。防災情報の発信拠点に、鎌倉 FM が移転神奈川新聞2012年6月26日、サービスエリアパーソナリティ2人が不祥事を起こしたため、降板及び放送中止となった。ありがとうございます。